デボラ・フランソワは、ベルギー出身の女優。映画、ある子供、プメクリの女などで知られる。ベルギーの地方にあるリエージュで、警察官とソーシャルワーカーの間で3人の子供の、うちの2番目として生まれている。弟並びに、姉がいる。ワロン地域圏のリエージュで育ち、5歳の頃、フランソワは地元で白雪姫の役を、ステージ上で演じ、初めて演技の世界と触れ合った。 後に、彼女は、リセの演劇コースに所属した。リセエンヌだった16歳の頃、彼女は、映画キャスティングに、参加、二人の映画プロデューサーである、ジャンピエールリュック・ダルデンヌによって見出され、2005年公開の、ある子供と題した映画における、主演女性として抜擢された。この社会劇ドラマは、フランオワの故郷から相当遠くない、廃れた、工業都市セランで、 若いカップルであるブリュノとソニアを中心として繰り広げられている。カップルは社会保障給付と泥棒の一味の頭であった夫の盗みの収入で暮らしていた。ソニアが子供を産んだ時、若い父親は局面で情緒的な反応も示さずに数千ユーロのためにディーラーに輪がこう打った。この映画を見た彼女の両親は泣いたという。2005年のカンヌ映画祭で、 初上映され、評論家によって、非常に賞賛され、映画、ある子供は、パルムドールを獲得した。彼女は、ベルギーのオスカーであるジョゼフ・プラトー賞を受賞、セザール賞優房若手女優賞に、ノミネートされた。女優として、デビュー後、彼女の理性生活は終わった。以前の成功から途切れることなく、ドゥニデル・クール監督のスリラー、プめくりの女で、 自らの第二となる映画の役割を築き上げていた。彼女は映画の中でブルジョアジーに対して復讐をするクールで計算屋の肉屋の娘、メラニーを演じた。かつて信じていた希望に満ちた自らのピアノの才能とキャリアをカトリーヌ・フロが演じる有名なピアニストにして審査委員長の不注意によって破壊された。今日において彼女は復讐を遂げるため、 はじめ世話役として、それ以来、ピアニストの締めくりの女として密かに家族の中に、好意を持たれつつ浸透していった。この映画で彼女は、国際的な映画批評家の好意を獲得していた。2007年、もともと、文学の教員になりたかったというフランスワが得たのは、再びとなる、セザール小遊棒若手女優賞のノミネートであった。ある子供並びに、 船めくりの女の上映を経て、2007年、映画、リフ・ミルーナス、テレビ映画、ドーン・バイ・ズ・イフィスにおいて、主役的な役割を演じている。ステファン・カルポー監督の映画、リフ・ミルーナスでは、彼女は、アルデンヌ地方の、小さな村の中で孤立した16歳の孤児、アレックスとして、そのセクシュアリティの覚醒を認識していく役を、果たしている。同じ年、 アンジェで行われた第19回目のヨーロッパの映画祭フェスティバルプルミエプランズ・ディ・アンジェで審査員に任命された。2008年、ジャン・ポール・サロメ監督の映画、レディ・エージェント第三帝国を滅ぼした女たちでは、ソフィー・マルソー、マリー・ジラン、モーリッツ・ブライプ・トロイイラと共に出演した。二千九年、レミブ・ブザンソン監督の悲劇レプレミア・ジュール・ジュレストで旅に出演し、 彼女は、青春期の若者である、フルール役を演じて、セザール賞有望若手女優賞を受賞した。同年、フランソワは、ロミー・シュナイダー賞を授与された。2010年の1月、フランソワは日本に、フランスのオドレイ・フューシェ監督作品で、フランス・カナダ合作映画、メモリーズコーナー撮影のため訪れた。映画は、阪神、淡路大震災後の神戸が舞台であり、 フランソワは,は、フランス人ジャーナリストであるアダセルビエとして、日本の俳優、安倍博士、西島秀俊らと共演した。同映画は、2011年度釜山国際映画祭で上映され、2012年5月、フランスで公開された。ありがとうございます。